皆さんこんにちは。本日もよろしくお願いいたします。本日はアプローチの10ヤード、20ヤード、30ヤードの内訳についてです。アプローチがダフってしまう人、アプローチがトップしてしまう人、やはり距離感の内訳があまりイメージがつかないという人におすすめです。ではよろしくお願いいたします。10ヤードの短いアプローチになります。短いアプローチはいろいろありますが、基本的にあまりヘッドを動かして大きく運動させてしまうと、途中で合わせて弱めてしまったり、逆に狙いに行くとちょっと強く入ってしまってざっくりだったり、トップだったりっていうのが出てしまいますので、なるべく優しくといいますか、打つために、体重移動だけのような形で少し重心を前に移動しているような形だけで、打つようなことができると、優しくボール方向にうまく球を寄せていくことができると思います。その時にあんまりインパクトで止めないために、少し体重を入れながら少し肘などを上方向に少し逃がしてあげることで、ボールの弾道をコントロールして、なおかつロフトが崩れないような動きができますので、体重を少し乗せながら柔らかく左肘を緩めて、ヘッドがあまりこのように前に出たり強く刺さったりっていう動きをしないように注意していただければ、10ヤードの距離が少し柔らかくしっかりと距離が打てますので、その辺を注意してやっていただければと思います。20ヤードのアプローチについてです。一般的な少しグリーンが砲台ですが、大体のゴルフ場というのは左足上がりになっていて、手前から花道でいくと少し上がったような状態のグリーンに対して20ヤードぐらいを打っていきたいと思います。でその時に大切なのが、やはり左足上がりになっているので、インパクトを叩きつけてしまったりすくい上げてしまったりすると、この斜面のせいでミスが大きくなってしまいますので、ボールは上げない意識を持ちながら、斜面がありますので、その斜面に沿ってしっかりとクラブを動かしていくことが大切になります。でそのようにするには、斜面に沿って最後左肘などを少し上に上げていただいて、傾斜に対して少し逃がしてあげるような動きをつけてあげると、柔らかくアプローチをすることができます。で20ヤードですので、体重移動を少しするのと、肘を曲げて打つことをちょっと注意して打ってみたいと思います。このような形で、今サンドウェッジで打っているのですが、少し砲台気味なのでショートしてしまいましたが、このようにショートする場合は、やはりアプローチだったりピッチングだったり、少しロフトの立ったものを使うと良いと思います。ではもう少しロフトを立てて打ってみたいと思います。このように少しロフト立てて前に飛ばしてあげればサンドウェッジでも届きますが、基本的にはロフトの立ったクラブで打っていただいた方が転がりが出やすいのではないかと思います。では今度はピッチングで打ってみます。ピッチングで打てば少しボールの弾道が低くなって、このように転がる量が多くなりますので、しっかりとボールが低くなってピンにランを使いながら寄せることができます。ですのでどの距離であっても、今打ち方は体重移動と肘を少し使ったような打ち方をしていますが、クラブも考えていただいて、しっかりと低い球だったら低い球で転がして打てるような考えも持っていた方が簡単ではないかと思います。傾斜自体が左足上がりのところが多いので、意外とロフトが開いたものより立っているものを使った方が傾斜に沿ってうまく上がってくれますので、そのような選択も大事になってくると思います。では30ヤードのアプローチについてです。30ヤードは比較的気持ちよく腰を回していけば、割と距離の長さが長いのでしっかりと打てることができます。注意点は体の回転を止めないということです。上げたところから重さに任せてうまく体の回転につなげることでアプローチを打っていただければ、比較的フェイスにボールが乗ってしっかり打ちやすいのではないかと思います。やはりしっかり体を回せることが重要ですので、このようにインパクトで腕だけが動いてしまったり、回転だけでいって腕が遅れてしまうような動きはやはり注意しておきたいです。回転はインパクトで止まらずしっかりと行って打っておきたいです。でこのような状況ですと転がしを使いますので、クラブを変えて小さな振り幅でロフトを立てて、回転は少なめで構いませんので、このように低い球で転がしていくというのも一つの選択でしょう。9番でしたら弾道が低いのでしっかりとこのように当てることができます。皆さんいかがでしたでしょうか。やはりアプローチをするときに大事なのは、面が動かなかったりちっちゃいながらも同じ反復性のある動きをするということが大切です。でその時に何が大事かというと、やはり人間なので体が回転しているということ、体重が乗っているということ、それに付随して最後、おまけで肘を逃がすというような表現がありましたが、この左腕が少し動いてくれることによって、この手首が動かないことで面が安定する働きがあります。ですので、左肘、主にゴルフでは左がリードなんていう言葉がありますが、あまり左が引っ張りすぎてしまうという動作は良くないですが、左の角度を少し保ちながら荷重と回転、この3つでうまくコンビネーションすることで距離の内訳ができます。で最初の10ヤードというのは少し重心だけを意識して打っていただくというような形で打つと、球があまり回転もしなくて済むので、球が前に転がってくれる感じが10ヤードで出せます。20ヤードなんかはこの肘の動くことによって前にクラブやこのグリップが動いてくるイメージがついてきますので、それと同時に体重を乗せていくことでしっかりボールを運びます。もう30ヤードになるとやはり意外とキャリーだったり距離っていうのが出ますので、体を回していただいて回転を重視して打っていただけると、その手前の段階の荷重をすることと左肘の角度、左手首の角度っていうのがしっかりしていれば安定してボールを飛ばしてピンに寄せることができますので、ぜひその3つを今回は注意して練習していただければと思います。このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を発信しています。ですのでよろしければチャンネル登録していただけると幸いです。グッドボタン、コメントもお待ちしています。本日もご視聴ありがとうございました。まずは左肘の柔らかさを作っていきましょう。割と伸ばしてしまって手首が落っこってしまってアプローチは角度ずれが多くなってしまいますので、なるべく左肘は柔らかく使うために逃がしを覚えましょう。次に肘の動きと同じく左足、左膝の方に荷重を乗せて少し体重を入れているようなイメージで打ってみましょう。左に乗せていくというイメージがなかなかイメージしづらい場合は、最初から少し左にかけている状態でも構いません。次に30ヤードの時に腰はかなり右を向けて、もう回転、体の基本ベース右向け左のような形でアプローチしていきましょう。